この動画ではフレベントツールのマニュアル動画として詳しくお話ししていきます。まず構成の方をご説明いたします。最初の構成なんですが、ユニット1、ユニット2、ユニット3、ユニット4という4つのユニットがあります。1つのユニットに対しましてリバースポイント、まあ、いわばジグザグっていうですね、インジケーターでございますが、これを一つのパラメーターで変更できるっていうものを備えております。ジグザグベースでフィボナッチを引くわけです。で、フィボナッチを使用して、リトレースメント、そしてエクスパンション、この二つのモードがございます。レベル設定は10個まで可能となっております。これを一つのユニットとして、これは4つあるということです。なぜ4つあるかと言いますと、リバースポイントの差によって折り返し地点、それでピボを引くポイントが変わってきます。それによっていろんな視点から見る抵抗線の定理を組み立てることが可能となっております。それではフィボナッチの説明に入ります。MT4 にもともとついてございます。このフィボナッチリトレースメント、そしてここにエクスパンションとあります。他にはですね、フィボナッチファンとかフィボナッチチャンネル、そしてフィボナッチタイムゾーンとかですね、何種類かあるんですが、代表として使われているのはリトレースメントとエクスパンションじゃなかろうかと思います。まずリトレースメント、ここを押します。そしてこの抵抗線のね、このリバースのポイントに沿って線を引きます。でちょうど重なりました。ここからここまでの間の 38.2% ところですね、折り返しの 38.2%、ちょうどここは真ん中ですね、50。そしてここから折り返し点、戻りのここは 61.8%。 意識される線っていうのは意外とこの 38.2、50、61.8 になるんですね。ですのでこの 50% のところちょっと引いてますよね。こういうとこ引いております。ならばフィボナッチは抵抗線なのかって言ったらね、これはみ出した後に折り返したりとかしてますし、抵抗線という見方よりも折り返し目安として捉えてください。それではここ軸として、ここからここまでちょっと引っ張ってみましょうと。聞いてますよね、戻りでここの線で聞いてます。そして真ん中の線、この50でも聞いてますね、戻りがあります。そしてこの 61.8 反応してます。そういうところに抵抗線を引いてしまえっていうことなんですけども、終わり値とヒゲ先になるケースが高くなるっていうことは、それが重複しているところは抵抗線が引けるということになります。フィボナッチエクスパンションの説明をいたします。それではまあちょっと適当に ここで引きましょうかね。はい、ちょうど引いてみました。ちょうどこの100と161.8、ここの線がちゃんと出ております。今のねユニットの設定はエクスパンションの設定になっております。ですので各折り返しが全て表示されているということになります。それではフィボナッチの説明を終わらせていただきます。この4つのユニットがそれぞれ独立して抵抗線を表示することが可能になっておりますので、この抵抗線、そういう意味合いで捉えてください。そうしましたら例としまして、ジグザグ設定100、150、200、300の線で出してみましょう。フィボナッチのリトレースメントを使用して各ユニットすべて 61.8、 レベル設定では 0.618 と入力して表示させてみます。それでは今ここに表示を変えました。ここにありますフィボナッチリトレースメント 0.618 オンリーとなります。リバースポイントだけが違う100ですね。で150、その下が200、そして300、この4つのユニットで出してみましょう。はい、表示させてみました。今の状態だとこの黄色になってるユニット1、このグレーになってるところはミュートです。この黄色をしますとオンになります。そうすると線が増えましたね。これは2のユニットのこのリバースポイントの違いで出た数値です。そして3をします。もちろん線が増えましたね、ここに。4は出てこないってことは範囲に入ってないってことですね。それでこの 61.8 の線を見ていただくとですね、各線効いてますよね。
抵抗線が引いてある場所っていうのは意外と折り返してるところが多いわけですよ。いろんな設定によってですね、折り返しの、要するに投資家さんが抵抗線を引く場所、こういうところに表なっちゃうのはなかなか有効でございます。そして、ローソク足のヒゲ先と終わり値と始め値の線にちょうど接してるところ、ここで線をカウントしてるのがこの根拠数です。この7つカウントしてるってことです。ここちょっとはみ出してますが、ここはカウントしてないんですよ。こういうところカウントしない。カウントしてるところはこの終わり値の、ここね。ここと、ここも終わりにカウントされてます。だからはみ出てるやつじゃなくて、このヒゲ先とかね、こういうところを細かくカウントして7つ根拠ありますよっていうことで表示されてあります。線を引かれたところをもっと厳選しようとしたら、この10以上出しましょう。ユニット1で引かれたところなので、例えばこの必要根拠数ってやつがあります。これをですね、10に設定します。そして OK を押しますと、ほら、ここね、11。この中ではこの11しかなかったんで、この表示だけになりました。こういう厳選方法が可能になります。抵抗線を出す仕組みとしては以上となります。マニュアル動画はこれで終了したいと思います。お疲れ様でございました。